じてあのお金はどうだったんですか。その売れ売れ売れて。給料制です。給料制。いくらじゃ仕事しても。週5本ぐらいで揺らがった時あったんですけど。はい。でも25万円ぐらいしかもらってなかったな。25万。写真集とかやっても25万だったしな。それは当時あれおかしいなって思ってました。あれ低すぎんじゃないって。それなぜかっていうと。はい、8年間やってる時は全部不合じゃないですか、はいはい、安定ない、はいはい、給料制になって安定したって思っちゃったんです、はい、なるほど。25万円ってある程度普通の OL さんとしてこう生活ができるじゃないですか。確かにただ忙しいっていう。忙しい。おかしいな、 V シネマも出たし映画も出たしおかしいな、写真集ボケに行くあれみたいな。まあ事務所はその何倍もの金がかかってすごいでかい、そのところは本当にでかい。あの今はなくなっちゃいましたけどでかい事務所だったので。お金の話で言うとなんか例えば AV のオファーとかそういうのなかったんですか。ありました、ありました。1億円ありますよね。それはあのすみません、1億円 AV オファーってよく僕らもすごい記事にそういうの書くんですけど、やっぱありました。ありました、1億円。あ、それな、逆に言うとなんで出なかったんですか。私男性経験がないので。あ、本当にその10代から芸能界入っちゃってて、男性とそんなに付き合ったりとかこうどっちかみたいなんですよ、芸能界って。すっごいやりマンか全くやらないマンかなんです。超やるかやらないかだから、はい、私超やらない派だったみたいで、はい、やり方があんまよく分かってないというか、はい、だからそんなのにセクシー系でこの人がすごいびっくりするようななんか変なセックスしちゃったら買った方はバレローが見えて何なんだろうってこうイメージをこう崩す、セクシー系なのに、うん、っていうのと、まあ、すいません、あの父が会社をやっているから、うん、当たると出ちゃうと父の会社迷惑がかかるなとか、老婆耳でさえ家族はもうソース感でしたから。あ、そうですね、まあ、今じゃ考えられないぐらい昔はちょっとね、そういうのは厳しい時代だったんでしょうね。ロバ耳は3年ぐらい、ロバ耳は3年ぐらいで続いて、でももうやってる間にきっと私は女優さんだったりとか、はいはい、まあ、歌も出すっていう予定もあったし、はい、写真集も出すっていう予定もあって、うん、じゃあリポーターとか女優さんになってくんだなっていうのが20代の半ばから後半でしたね、うん、でももうその頃から K-POP 聴いてたので。あ、そう、すごい早いですね、そしたら。あの韓国の友達がいっぱいいたんですよ。やっぱりあの韓国の芸能界の人たちとお忍びで日本にいっぱい来ていて、で韓国の芸能界にパイプがある人とかが私の仕事の関係の人たちで、その中の一人の俳優さんが耳は韓国語を喋れた方がなんか面白くなると思うって言って留学しなって言われたんです。それがきっかけで自分落ち目になり始めたなと、新しい武器が欲しいなと思って、90年代後半から2000年頭ぐらいに、まあそのとにかく文化を勉強しようと思って映画も全部見て、ドラマも全部見て向こうの大学行って、で学校が終わった後に芸能プロダクション回って、韓国の芸能場所回ってご挨拶して、そういうのを繰り返していくうちに、わらしべ長者みたいに、韓国のスオさんみたいな人っていうんですかね、ドン、いるんですね。そうか、いるんですよ、韓国。それもすごい力を持っている人で、私その人が偉い人って知らなくて、あのミミちゃんは誰が売れると思うみたいな感じでこう、いや私この人売れると思います、この人売れると思いますって、 K-POP の何名かを出して、もう次の週からバカバカバカってテレビに出して、でそのうちにレディー・ガガの前座とかにまで上り詰めて、すごい、この人たちの売り方すごいと思って、そういうことからの勉強でしたね。ロバ耳の打ち上げの時に、うん、局の大道具さんが、うん、多分これでミミちゃん一回消えると思うと思ってはっきり言ってきたから、あ、うん、知ってるって言ったもん。自覚はあったと。でも全然自覚はありましたよ。だってブームってほら終わるっても絶対わかるし、うん、このローマミミっていう名前は出してもらったけれども、うん、このローマミって名前で何かこう武器になってっていう時に、結構韓国の方々が私を知ってくださったんです、うん、日本の文化をほら、みんな向こうも興味があったから、はいはい、それはタイミングよくなんかそっちの方に行けたんですね。だからもう運命とご縁ですよ。なるほど。そんな普通 K-POP に興味なんか誰も持たなかったと思う。いや、あの当時全然そんな感覚なかったですよね。あの新宿厚生年金っていうのがある会館、あのコンサート会館がまだあった頃に、イムーセって言ってこっちの山本幸太郎さんみたいなね、なんていうんですかね、フォーク歌手みたいな人が、あのライブで来たんです。それ95年なんですけど、その95年の時に私 の, その韓国の人を紹介してくれる友達というか、まあお世話になってる方が、
ゆみちゃんちょっと見に行ってみてこれどう思うかって言われて、言葉もわかんないけど行ったらすごくいい、あの言葉がわからないけど音楽って乗れるっていう、そこがすごくこの韓国の音楽の面白さだなっていうのはそこからでしたね。もう95年には聴いてました。イベントはもう2000年代からやってたんですけど、白ロマの時代にもう新大久保で買いあさっていて、それを流してたんだけど、ちっちゃい新宿のクラブで、ある日、入場ストップがかかったんですよ。その時に、あ、ケガ触れるかもって思った。なるほど。口コミでみんな入ってきてたのが、それがもうパンパンになっちゃって入場ストップがかかったから、あ、これどんどんみんなが興味で持ち出したんだっていうのが2008年とかくらいかな。カランダとか少女時代と出たのはもちろん後なんです。2010年ですね。10年から11年に日本に来たんですよ。でももうもちろん2005、6年には向こうでアイドルとして出てるんですよ、ね、うん、だから私たちはもちろん知ってるし、はいはいはい、でもそういう人たちって結構日本の中にとか東京都内にポツンポツンポツンっていたんですよ。でそれが結集してイベントやりましょうってなって、それからなんかその偉い人とかに会いに行って、K-POP 絶対来るからって言って、芸能プロダクションの偉い人は日本の、とかレコード会社に行ったりとか、はいはいはい、あと日本放送さん行ったりとか、はいはいはい、なんかミミちゃんっていいプロモーターになるよなんて言われちゃったんですけどいや、いいプロモーターっていうか K-POP 絶対来るからっていう話をしながら、そしたらやっぱりだんだん来だしたねってみんな思って、じゃあコンピレーションアルバム作りましょうって声がかかって、あの何曲か自分がこれはみんなに聴いてほしいって曲をなんか20曲ぐらい選曲したやつをスタヤで出して、3枚まで出したんだけど全部1位になりました。あ、すごい。それが2010年とか11年、そこはもうずっと、まあ何回かブームはありましたけど、はい、ずっと今でも人気ですもんね、もうね、私にとって K-POP とかブームとか韓流がブームとかじゃなくって、なんていうんですかね、ライフワークだから。ライフワークですね。別に上がったり下がったりなんて人生と一緒ですよ。もう本当にローマ耳でだってもう慣れてますもん。みんながわーって来て弾いて、わーって来て弾いてってね、そんなのもう慣れてるから、メンタルはもう強メンタルですよ。いやー、いい言葉ですね。人生と一緒ですね。そうですよ。上がったり下がったりなんて当たり前だって思ってるから。僕、韓流はね、第何時分とかよく言ってるから関係ないですね。でも私の中でも何時もないんだけどな、みたいな。ただ、その番組出していただいたりとかして、第5時ブームですね、みたいなこの間言われたから、あ、皆さんからしたら5時なんだ。私の方が100時ぐらいだけどな、みたいな。今だと、そのこの間の、行ったら、はいはいはい、すぐその取材が入ったりとか。なるほど。やっぱりじゃあその韓国文化とか韓国のその芸能とかをやっぱり語る語り部みたいな、まあ専門家みたいな今立ち位置でいらっしゃる。最初は K-POP 専門家って言ってたんですよ。でそのうちに韓国側からお前フィクサーだよって言われて、まあ確かに水面下で動いてるなと思ったから。なるほど。フィクサー。表だってこうやってわー K-POP K-POP ってやってないじゃないですか。一般紙とかだと、はい、とかあとあの地上波の番組とかだと。あ、そうなんですか。言われちゃうんですよ。そうするともう K-POP プロデューサーになってます。あのうち的にはあえて K-POP フィクサーでいいですか。わお。現在の肩書きは。いや、そこはじゃあさすが実はナックルズ、はい、WWW で。だってフィクサーって絶対うちダメってみんな言うんだもん。マジですか。日本のそのと韓国の団体とが話し合ってくれたりとかっていうのを、そういうのもやってる。それフィクサーじゃないですか。いや、完全にそうですよ。国策だからね、K-POP は。その韓国の芸能界の大物とつながってますっていうのはいいんですか、はい、あ、大物って韓国なの、何だろう、ナンバー2って言ってました。韓国の政財界、芸能界で韓国をまとめる立場のヒエラルキーのナンバー2なんですって、私ね、知り合って3年後に知ったんですよ。それ。でも、ああいう人ってね、自分が偉いって言わないんですよ。言わないんですか。私、釜山国際映画祭の、招待作品に出てるんですけど、ミミちゃんが出てんなら出してやるよみたいな感じで、すごい、本当の鶴の字。でも、本当にクソ映画なんですよ。誰が見ても面白くない映画。一応じゃあ頼んでみようと思ったら、本当に招待作品で、向こうで、2018年。偉いから近づいてたわけではなくって、たまたま知っていて、たまたま知り合いで、たまたま芸能界に強い芸能界のどんな人なんだなぐらいしか分からなかったら、国の偉い人なんです。だから運命って本当分かんないです。人のつながりっていうか、やっぱだから行く運命だったんだなと思って。そうです。最後にじゃあちょっとファンへのメッセージ的な、なんかこう、あ、
今あの薬品会社もやっておりますのでキラキラヴィーナスっていうのもあれもプロデュースしたので、ノンアルコール消毒液なので、もうぜひあの手肌とかには優しい。アルカリ性でコロナって死ぬんですけど、石鹸水って死ぬじゃないですか、はい、でホタテ貝ってアルカリ性なんですよ、はあはあはあ、だからあのヴィーナスのこのこれにしたんですけど、でほらミミの ビをね入れといて、全部入ってでこれが結構まあ話題にはなったので、うん、みんなが元気になればいいです。もうパンデミックが落ち着いてて、来年にはまた K-POP のことが落ち戻ってきてくれて、はい、でも本当みんなのこと心配してます、韓国の子のことも。いやいや、カムサムにありがとうございます、はい、あ、いや、実はナックルズまたお願いします。